ていきましょう。コンクリも置いていきます。はしごも置いていきます。よし、じゃあこれで、出発します。行こうと。よっ、ついでにね、クロスボウの、矢もね、どんどん増やさないといけないんで。神初さん、クロスボウをお持ちでしょうか。クロスボウね、あの N の箱の中に入ってますけど。49日ですか。あ、いただきました。あ、はい、ではね、そのままクロスボウ、今度はね、クロスボウの矢をどんどん作ってフェラルに備えていきましょう。ワールドアップさん、サイレンサーあった気がする。おお、あるんですね、サイレンサーが。すごいですね。レロレさん、こんにちは。49日ですか。ふふふ。フェラル頑張ってくださいね。ありがとうございます。今日も頑張っていきますので、よろしくお願いします。前回ね、都市部の方を見つけまして、結構遠かったね、これ。あ、ここか。ここですかね。前回ずーっとこう、ウエストの方に行きましたので、今回もウエストの方行こうかなと思います。街がね、あったんですけどね、そこまで行くまでに持ち物がいっぱいになってしまったのでね、今回はそこを探索して持ち物いっぱい持って帰ってこれたらなと。ちょっとね、前回は町に入ってから、ウエストの方向かったんですけど、今回ショートカットね、斜めにしております。おっと、巣があったぞ、鳥の巣。これはね、取っておきましょう。羽4つ、4つでも大事ですからね、クロスボウ。これチェックポイントとかね、共有できるのかな。ちょっとやってみましょうか。クイックウェイポイントとしまして、シェアウェイポイント、あ、できそうですね、これ。赤い印出ましたでしょうか。出てますかね。出てませんかね。W の上の方にちゃんと赤くなっ、なってますかね。なんかマップ開くと見れます。あ、マップ開くと見えますか。はい。あ、よかったです。これで多分共有ができますね。そしてここに誰かのバッグが落ちてますけど、どなたか亡くなりましたか。あれ、これは誰かのバッグですね。ちょっと医療バッグもらっておこうかな。いや、持てないな。紙はちょっと持てないな、今は。結構ゾンビがいます。ワールドアップさんのね、サイレンサーあったかもっていうことなんで、お、畑はいますね。ここはトウモロコシがね、大量にゲットできます。そして救援物資が近くに落ちてますね。おっと、いっぱいゾンビがいますね。バレてないです。マップの端まで行くとどうなりますか。はい、ヨーデさん、マップの端まで行くとどうなりますか。マップの端まで行くとね、あの放射線物質というか放射能がありまして、そこへ行くとね、ダメージを受けます。放射線ダメージというか放射能ダメージを受けまして、しばらくそこにいると死んじゃいます。農場は犬いますよ。あ、いますか。今のところバレてないですね。お、救援物資ありましたね。持ってました、持ってました。残ってましたね。ゲットということで。あ、犬あ、犬いましたか。予言通りになりましたね。犬追いかけてます。感染するので気をつけてくださいね。これコーン畑入ると犬見えないですね、完全にね。ちゃんと理由があっていいですね。
ヨウズさん、ちゃんと理由があって、そうですね、ちゃんとね、成り立ってますよ。なかなかいい出来ですよ、このゲームは。でね、こういうコーン畑を見るとね、ほんとね、ゾンビ映画とかでよくありますよね、こういう畑の中から。知り合いが出てきたと思ったらゾンビだったみたいなね。見えない壁かと思ってました。ようでさ、見えない壁かと思ってました。残念ながらね、見えない壁もありますよ。バグ、そういう見えない壁があるときは大抵バグですからね。そういったバグはちょっと目をつむってあげる必要がありますね。あれ、この建物は前なる回ほど。来ましたね。お、鹿がいるぞ。あ、そしてまた救援物資が。近いんで回収していきます。あ、ありがとうございます。お願いします。でね、さっき何気に拾った救援物資ですけど、ガソリン精製のやつが手に入ったんで読んどきましょう。これは大事ですね。そしてまた来ましたね、救援物資。あれ、また来ましたけど遠いな。どこだこれ。いやー、拠点の近くですね。これは帰ってから取りましょうかね。では今回は車を徹底的に解体します。もう古い車でもね、解体したら出るんじゃないかと。 もう出ないかな。ないですね。今はバイクを作ることが目的ですか？ヨウさん、今バイク作ることがよ、そうですね。7日ごとにね、ゾンビホードという大量にね、ゾンビが襲ってくるのがあるんですけど、それがあるのでね、なかなか遠出できないというところがあるんですけど、バイクがあればね、すぐに遠出できるので、それでもっとね、行動範囲を広げたいんですよね。今これマップ、こんだけかなと思うかもしれないんですけど、めちゃくちゃ下ありますからね。こう、まだまだ下ありますからね。今5ページぐらいめくりましたね。6ページと、そして7ページと、こんだけめくってまだ下があるので、ちょっとさすがに徒歩だときついなというところがありますね。現在地へ戻ると。では行きましょう。また救援物資がね、近くにありましたね、これ。拾ってなかったやつは残ってるんですかね、やっぱり。広いですね。ヨウゼさん、広いですね。そうですね、広いですね、本当にね。おっと、ゾンビがね、ケースを守ってますね。こういう時はね、隠れてクロスボウで倒しましょう。こう、スニークダメージってなりましたね。隠れて撃つとダメージが2倍になります。空き瓶がいらない。お、足のパーツだ。読んどきましょう。ガソリンがこんなにあるんですね。ちょっと今皆さんとはぐれております。あ、今いらっしゃいますね、近くにね。今、セマボさんがね、救援物資を取りに行っていただいてますね。ありがとうございます。よいしょ。多分ね、前回行ったとこまでね、もう全速力でまっすぐ走れば1日で着くかなと思うんですけど。お、羽だ。羽はね、もう全部これクロスボウの矢にします。あれ、作れないぞ。あ、スモールストーンが足りないと。いや、意外と石いるんですね。大量にあるので後で渡します。あ、本当ですか。後でまたキャンプ地のところでね、いただきましょう。あと13発か。あ、来てますね。びっくりした。足らない。やろやろ。よし。あ、死んでるのか。すごい顔。コーンシード。お、種ですね。
何変わるかな。何もない。ちなみに神初さんとミーさんはランダムマップでされてるんですか、それとも初期のナバズゲームでされてるんですか。あ、固定です。あ、固定の方ですか。あ、じゃあこれと一緒のマップってことですね、ちょうどね。はい、そうです。さあ出るか。なんでも座標を書いてで、はい、なんかフレンドとやるときにこうそこに行ったりしてます。ああ、じゃあそういうことですね。はい、一緒の方がいいですよね、その方がね。よいしょ、エンジン。ヘッドライトがなぜか出ましたね、ここに。ビーカーいらないんで。どういうふうにしました？ヘッドライト、あ、これか、ヘッドライトか。こういうことか。やばい、もう持ちもいっぱいです。汚なゾンビ。あ、埋まってしまった。ほんとね、バッテリーがね、なかなか出ないんですよね。パソコン版の時ね、一人でちょっとやった時は、すぐにバッテリーが出たんで、ああいうね、スポットライトを大量に置いたんですけど、14日目ですと、スポットライト4つできたんですけどね。あ、懐かしいな、ここは。誰かのバッグがね、置いてあるというところですね。ちゃんと持ち物残ってるんですね、これね。まあ、クロスボウの矢が足りない人いますか？そうなんですよね、クロスボウの矢が足りなくなってきたんですよ、そろそろね。49日目までによ集めないとやばいですね。なかなか、鳥の巣が見つからないんですよね。まだ先かな。あ、まだ半分ぐらいしか来てないですね。あと半分ありますね、都市部まで。アコツです、参加できますか。浮世さん、アコツです、参加できますか。あ、浮世さん、今ね、今ちょうど3名の方が来ていただいているので、間にね、もうちょっとしたら後で休憩ちょっと挟みますので、その際にね、ちょっと、交代いただくかもしれませんね。49日目、もうすぐですからね。今ね、ちょっとバッテリーを探しに来てるんですよね。前回と同じ町の方に向かってます。ちょうどこの前のような感じですかね。了解です。あ、了解です。はい。なので、またね、夕方の方にお願いできればと。もし夕方ね、プレイ可能でしたらお願いしたいと思います。腐ったサンドイッチか。そしてゾンビがいますね、また。お、すごい、しゃがんで狙ってますね。おお。すごいですね、その距離当てるんですね。お、死んでる。お、もう一体来てる。もう見つかってるから、これしゃがんでもいいでしょうか。あ、ハニーですね。飲んどきましょう。もうちょっとゾンビがね、やっぱり都市部に近づくと増えてきましたね。あれ、もっとまだ声がするぞ。死んでますよね。あ、生きてた。お、車が。あれはちょっと買い出します。バッテリー出るかな。あー、ゾンビがいますね。
コーンシードはいいか、家にあるから。こんにちは。よいしょ。ちょっと待ってね。建物の中から来てます。はい。あ、お願いします。鬼狩り桃太郎さん、あ、こんにちは、よろしくお願いします。この前も来ていただきありがとうございます。いっぱいボルボル持ってますよ、後ろに。スプリングはね、持ってるかな。羽も探さなきゃですね。そうなんですよ、羽もね足りなくなってきましたね、そろそろね。なんか狙われてるぞ。あ、いた。中ですか。中か。後ろ見ます。あ、後ろですか。あ、本当だ、後ろ。よし、一応ね叩きます。よしよし。いや結構中いますねここなんですかね、ここから湧いてるんですかね中からゾンビハウスみたいな感じで湧いてますね、ゾンビが。おお、ダイナミック。そして追い打ち。あーっと、こいつまだ生きてる。しぶといですね、殴っても。おーっと、後ろからまたゾンビが。おーっと、ヘッドショット一発です。ヘッドショットやばい、あと6発。よし、またすま。いや、中から、いや、来すぎでしょこれ。かなり湧いてますね、ここゾンビが。相当いいもんが中にあるんですか。やっちゃった。やばい、あと5発。この家のタイプは中に結構湧くんですよ。あ、この家のタイプは中に結構、そうなんですね、湧いちゃうんですね、中に。ゾンビハウスですね、これは本当に怖いですね。はい、おいち。あと片付け。よいしょ。よいしょ。これ。ほら、よしよし、終わりかな。いや、まだいますね、センスになってるんで。多いな、ここは。いた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 。後ろかいやいやいや、ハイズリハイズリハイズリ。あれ、当てに当たんね。よしよしよし。あ、後ろ後ろ後ろ、危ない。あ、また後ろ。おお。死んだゾンビは撃ったりしてるので叩かなくても区別できますよ。よし。いや、本当にゾンビ来すぎでしょここ。ただね、こんな体数見てもね、驚かなくなりましたね、前回のフェアリー報道を見てると。前回来すぎでしたからね。お、缶詰だ。もう食べましょう。ドッグフードですかこれ。犬のご飯ですけど、いただきましょうかね。まだ、あ、もういないですかね。安心ですね。おお、結構広いですね。遅れたーよろですしょう。ウキブさん、死んだゾンビはぐったりしてるんで叩かなくても区別できます。あ、本当ですか。一応ね、用心のために殴ってました。ロントコさん、遅れたーよろです。あ、よろしくお願いします。セブンデース代ね、引き続きやっております。その家の電気金色なので真鍮ですね。その家の電気金色なので真鍮。あ、確か金色。これですか。これ解体できるんですか。あ、殴っていいのかなこれ。あら、あら、あ、プラスになりましたね。
まあ、こういうふうにね、寄り道をしているから、また夜になっちゃうんですけどね。ピッケルでは破壊です。これにあるこう持てないと。ピッケルでは破壊。あ、ピッケルなんですか、すいません。今ね、そのバッテリー欲しさにもレンチを活用しちゃいましたね。ブラストリーダー拾ってほしいです。どうしましょう。ちょっと持ち物がいっぱいでね、拾えないな、これは。あ、来た。これはきついな、持ち物。あ、これいらないな、ランプオブクレイいらない。よし、ここにトレジャーハントがありますね、近くに。行けそうな距離ですけど、行っちゃうと夜ですよね、多分ね。それぞれ弾丸の製作に必須なので。ありがとうございます。アリアンスン、アリアンウェル、はいはい、ナイスミーチュー。ウキウさん、それぞれ弾丸の制約に必要な、ありがとうございます。それは気をつけます。そこに何があるんですか。ミニトマさん、こんにちは。そこに何があるんですか。ここにはですね、この宝箱のとこには、お宝が眠ってます。何が入ってるかはお楽しみという形ですね。掘らないと見つけません。行きますか、掘っちゃいますか。結構近いんですよね、こんなに近いの珍しいので。掘りましょうか。多分あの家の下ぐらいですかね。あ、大丈夫ですか、ミーさん。大丈夫ですか。はい。お、ちょうど車もあったんでね、この車も解体します。なんか声がしますね。こんにちは。スーパーサイヤ人さん、こんにちは、よろしくお願いします。セブンデイズダイというね、ゾンビサバイバルクラフトゲームやっております。エンジンじゃなくてラジ来なかった。あ、スモールエンジンはまた来ましたね。もし拾える方がいらっしゃいましたら、エンジンの方お願いいたします。その家の庭の木の近くに鳥の巣ありましたよ。その家の庭の木の近くに鳥の巣。お、そうなんですね、ありがとうございます。なんかゾンビの声が後ろから。死んでますね。ここですか、この近くに。お、確かにありました。すごいですね、浮世さん覚えられてるんですね、マップの位置まで。トレジャーハントはこの先ですか。ちょうどこの、あ、この川の上ですね。瓦礫の近くですね。ラングシしてました。アンナクロス、ハロー、マイキャットプレイングやカウンソル。覚えてるわけじゃないです。わら。あ、マイキャットプレイングやカウンソル。レアリー。Your cat is so smart。ここですね。この川のとこに宝が眠ってます。ここか。またこんなとこ掘らないといけないですか。きついですね、川の中。これきついですよね。水のとこだったらちょっとやばいですよね。まあ、物欲センサーで今のところね、結構スパッとこう一発で当ててるので、今回も。多分ね、結構浅めに埋まってるそうなんですよね。ない。
ここら辺なんですけどね、一体。あれ、上がれなくなった、やばい。やばい、出れない。セリウム、わら、アッチング、DV。水があるなら持って帰りたいですね。アンナクロス、he watching TV、really? 今来たショー。Your cat watching TV? ウキオさん、水があるなら持って帰りたいです。あ、バケツがね、バケツ持ってきたよかったですね。結構ね、家の近くにもありますよ、水がね。やばいですね、もうすぐ22時なんで、結構ピンチですかね。この水の中だったら本当嫌だ。ないですよね、それはさすがに。あ、ここも光ってますね。いや、ないな、さすがに。キャットハブ7わらいいくそうですわらいいと。シュンシュンさん今来た。あ、よろしくお願いします。セブンデイズダイドね、ゾンビクラフトゲームやっております。キャットハブ7 weeks of sweet7 weeks of sweet。 あ、ちゃうか、違うか。いや、これは家の中に戻った方が賢明ですかね。これは諦めた方がいいのかな。サボテン、わら。どこまでだろう、範囲ちょっとね、端っこが、あ、ここは端っこですね。もうここが端ですね。ということはここか。水の中は掘らなくても置いてありますね。ここだ。痛い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 。あ、来ましたか、ゾンビ。あ、来た来た来た、ゾンビが来た。あー、死んだ。食われてます、やろう。やっぱ夜は、しかもゾンビ硬い。硬い、このゾンビ。おお。見えてますか、 なぜサボテンが、一応ここ砂漠っぽいですね。アンネキヨス、Your language is very funny, really? I'm a Japanese. やっぱり危険なんですね、夜のこういう採掘は。危険ですね。無茶しましたね。キャンプしますか、どっか家入りますか。家入りましょうか。一応ね、カバンの位置が分かるようにウッドフレーム置いときましょうか。チェストにしまっときましょう。あ、中のもんチェストにしまった方がいいですか。なくなるので。木がね、あ、木があるのか、木があるか、チェスト。もう一個チェスト作ればいいですね。私のものを一回全部入れて。カウンティーイズビューティフル。よいしょ。ポンと。あれ？入らない。あ、全部入れできないのか、これ。よいしょ。これで、バッグを開けてあげて、とりあえず持てる分だけ入れて、この箱の中にね。
解除して入れてあげると。よいしょよいしょよいしょ。結構大変な作業ですねこれね。そう、あら、ミーエクイプメント、よいしょ。これ自分のだった。はい、これで全部入れました。これで消えないですかね、大丈夫ですかね。はい、ではちょっと家の方に避難しましょうか、はい、あそこの家でいいですかね、さっきの。はい、あんなきゅう、country is beautiful. Yeah, Japan is very big. And there are many seasons, four seasons, so we are beautiful. Can show me equipment. Wait a moment, please. なんか から声がするんですけどね。あ、中にゾンビが、もう湧いてますね。さっき倒したのに、もう湧いてますね。てるよ。あと2発。よしよしよし。なんかね、声がすごいするんですよね。虫さん、さっきかラロイの声ずっと無視してますよ。わら。はい。お客さん、ね、さっきから鳥の巣ずっと、本当ですか？すみません、全然確認、目視できなかったです。全然気づかないですよね。あ、すみません、ナイロさん。ナイロさん、こんにちはです。こんにちはです。よろしくお願いします。レロレさん、水の中は掘らなくても置いてありますね。岸辺にあればは知りませんけど、あ、そうなんですね。水の中は置いてあるんですね。ちょっとね、すみません、読み流しましたね。ミートマス、宝箱はどのような感じで置かれているんですか？前回ね、掘ったときは本当にね、ポンと箱が、チェストが出てきました、中から。砂の中からね、チェストが出てきました。ここすごい弾があるんですけど、持って帰れないぞ。もしどなたかね、持てるようでしたら、このテレビの台の、引き出しの中ですか、ここの中に弾がありますので、もし持てるようでしたら持ってください。こんにちは。ブルークオリティさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。鍋あるかな。鍋あったらね、焚き火が、鍋、さすがにね、鍋ないかな、この家にはないな。リードか、持てないぞ。ショートパイプしか持てないぞ。鍋ないですね、この家には、残念ながら。この扉の先に何があるのか、見に行きましょうか。お、2階がありますね、これ。屋根裏がありますね。ということは、もしかしたらガンセーフとかね、あるかもしれないですね。ありそうですね、これガンセーフね。空き缶はスクラップにしたら持っていけますよ。ウキュウさん、空き缶はスクラップにしたら持って、ああ、そういう手がありました。ありがとうございます。ガンセーフはないですね。本棚が一つと。空っぽ。お、ショットガン来ましたね。やってみましたね、ショットガン。ショートしかなかったので、ね、これでショットガン両方作れます。パーツが片付きますね。レザーブーツ。これもいただきましょう。リード。羽がね、これね、クロスボウに変えたいんですけど、あそこは石か。石をちょっと掘らないとダメなんですよね。レザーは確か、動物狩ればいいよって言ってもらって、いいかな。こっちにしましょう。なんだこれ、死体袋くね。マグナムパーツはいっぱいありますよね。ピストルバレルもいっぱいありますよね。あ、これとね、
アッセンブルできないな。You must read the correct book to assemble. あ、そうか、ピストルの本は読んでないですね、まだね。シャツなどもスクラップにした方がいいです。シャツなど、シャ、あ、本当だ、シャツなんていらないですよね。置いてきます。ピストルバレル、マグナムパーツ。確かマグナムね、いっぱいあるんですけど、持って帰りましょう。鉄パイプをスクラップに、スパイククラブを誰かにあげるか読めば、少しは開くのでは。よし。みーさんね、今持ち物空いてますか？もうパンパンですか？一個だけ空いてます。あ、1個空いてますか？あ、まあ、これ読んでいただいてもいいんですけど、スパイククラブの設計図を落とすんで、あ、落とすとまずいんでね、この焚き火のね、右下のとこに入れようかな。今使われてますかね。あ、使われてま作す。れるあ、ものはじゃあこっ基ち本です的ね。にスクラップにした方がいいですよね。よいしょ。ここの右の方の引き出しに設計図1個入れるので、スパイクの方ですかね。スパイククラブですかね。これで、作っあ、ありてがいとうたごだざいいまて。す。お、肉だ。いつの間に肉か。肉一ついただきます。ちょっとはい、ね、どうぞどうぞ。いただきます。私、トウモロコシあるんで大丈夫です。トウモロコシ連打するんですね。なんか、バナナ食べてみたいですね。レロレさん、鉄パイプをスクラップに、スパイククラブを誰かにあげるか、少し湧くので、ありがとうございます。鉄パイプスクラップでいいんですかね、これね。作れるものは基本的にスクラップにした方がいいですよね。あ、そうなんですか。すごいですね。上級者の意見ですね。そうだ。お、上果てさんがもうすぐ到着されますね。ちょっと迎えに行った方がいいかな。手ぶらだと危ないんで、羽迎がえに。クロスボウの矢にしたら開きますね。トウモロコシの皮は取らないのか。ああ、そっ羽もクロか。スボウにあしたら羽開で。き、そうなんですよね。石がちょっとないので、石を探さないといけないですね。ミートマスさん、トウモロコシの皮は取らない。そのまま食べてましたね。もぐもぐと。あれ、黄色が表示されない。あったあったあった。本当だ、見逃してますね、こういうの。取った、さっき取ったやつですね。肉いただきます。すいません。はい、どうぞ。真下掘れば石は手に入りますよ。ちょっとよいしょ。鍋がないから水ができない。そうなんですよ、鍋がね、鍋が今回は水あなりまかっすよ。たんでね。アスファルトなど。あ、水は持ってるんですけど、さっき川の水汲んだんで、それをきれいにしようかな。そうですよね、沸かしたいんですよね。そう前な回んはですね、よ。大量にポットが手に入ったんですけど。あ、どなたかお肉食べてください。よいしょ、もうちょっとで合流できますね。また見に来ました。島田さん、また見に来ました。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お、合流できましたね、これで。家の裏口に鳥の巣ありましたよ。家の裏口に鳥の巣ありました。ありがとうございます。今ね、ちょっと石を拾って。削った方が早いかな。これで矢が開きますね。もうちょっと足りないか。スモールストーンは持てないとなってますね。あれ、なんだ。
あ、そうか、鉄を今拾ったからか。これをスクラップにしたいんですね。なるほど、これで開くと。よし。OK、クロスボウはこれ26本増えましたね。スコップ、スコップと。あ、びっくりした。あ、びっくりした。今、神畑さんがね、一瞬ゾンビに見えましたね。こうね、しゃがむとね、手を前にして、手を前に出して歩くんですけど、あれがね、ちょっとゾンビっぽく見えるんですよね。もう、未だにちょっとドキッとしちゃいますね。145名さんいらっしゃい。Welcome to my channel. If you speak English,、please write it down in chat box. I will answer it, answer it English too. あ、ブルーベリー畑だ。あ、そんなのあるんですね。よしよし、これでクロスバーの絵が一気に増えましたね。よし、あと1時間で朝ですね。亀八さん、ボックスこちらです。置いておきました。この右の方ですね、松明立ってる方ですね。そこに全部ね、入れておきましたんで、お願いします。多分ね、ここが端で、ここまでか。ということは、ちょうどここにあるんじゃないかな。ありそうでないなぁ。前回ね、あっさり見つかったんですけどね、水の中まで結構範囲が広いというね、そのまま置いてるとかないですよね、さすがに。こんなに深くなかったと思うんですよね。ないですね。奥行きは、あ、奥行きはここまでか。結構あるね。ここは反応しないと。宝は一回見ると消えるので、所持アイテムいっぱいのようですので気をつけてくださいね。あ、ありがとうございます。今ね、一つ新しい発見ですね。横移動してここは映るってことは、このラインですね。この縦ラインですね、多分。ちょうどここからあの家の間に、この川の中、ここら辺ですね、多分ね。この下かな？ここっぽいですね。あれ？ないですね。前回ね、あっさり見つけちゃったんで、あ、こんなに簡単に見つかるんだと思ったんですけど。いや、やっぱ難しいんですね、トレジャーハントはね。これは諦めた方がいいんですかね。 ないな。違うな。ありそうでないと。一回、所持アイテム見ると消え、見え、消えちゃうんで、消え、そうですね。前回消えちゃったんでね。今回は注意を、取ってやりましょう。こんにちは。
はい、宮野さん、こんにちは。よろしくお願いします。少し関係ない話をしてもいいですか？島田さん、少し関係ない話をしてもいいですか？ゲーム関係とかであれば、大丈夫ですよ。あ、危ない。お、もしかしてありました？いや、今なんか、刺さっちゃいました。オッケー。大丈夫ですか？これ、ありそうでないですね。なんでだろう。お、あった。あった。あった、あった、あった、あった。今回は気をつけて。あ、よかった。と、ありましたね。ちょっとさっきの箱があるんで、こっちにね、スペースを空けるために。一体どんなものが入っているのかというところをね、6個ぐらいスペース空ければ見えますよね。いきます。あれ、普通錠剤とかね、薬が D カートSMG ストックと、あとはハーベルアンチボティックレシピと、これはレディスアンジンネマツスインディアンメディシンキャンレシピとランハントメイクハーブアンチボティクス。なんでしょうこれ、謎ですけど、とりあえず読みます、読ませていただきます。はい、大したものがなくてすいませんD カーあれば水沸かせるんですかね、どうなんでしょう、どうなんでしょう。いや、なんか期待外れだったな、ちょっと残念ですね。おめでとうございます。あ、これロックした前ですね、開けておきます。バンドさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ミニトマさん、おめでとうございます。そうですね、中身はともかくね、トレジャーできたっていうことがいいですね、達成ですね、これね、ありがとうございます。宮野さん、あと自分も買いました。あ、おめでとうございます。変わりましたか。意外版プレイステーションプラス介入方法って知ってまくた。島田さん、日本の PS4 で海外版プレイステーションプラス介入、介入方法ですか。いや、私以前ね、日本のプレイステーション持ってますけど、普通にね、プレイステーションプラス会員になってましたよ、北米版のね。北米版の無料ゲームのが良かったので、プラス会員に。レロレさん、そう、中身は結構普通なんです。特別なのは感染を治す薬の上位互換のレシピ。そうですよね。あれ、感染治す薬だった、薬の調合だったんですね。レシピだったんですね。ありがとうございます。では、引き続き、W ウエストですかね。前ちょっと間違って持っちゃったんでね、ロスしましたけど。多分昼にはつけるでしょう。行きましょう。ない達成感だ。ミニトマスさん、中身ではない達成感だ。そうですよね。トレジャーハンターはやっぱそれですよね。中身じゃないですよね。ありがとうございます。ちょっとこんな茶番劇に付き合っていただいてありがとうございます皆さんは今橋の先ですね。あ、ショートカットされてるんですね。いや、こんな時にね、熊とかに出くわしたらもう最悪ですよね。フード 54%、 ウォーター 53% で、ウォーターちょっと飲んでおきましょう。はい、なのでね、島田さんね、もしね、プレイステーションプラスの海外のやつ買いたかったらね、海外の北米版のね、北米用の US ドルですか、 US ドル用の PSN カードをね、50ドルかな、50ドル買われたら、やってみたけど英語ばっかりでよくわからない、1年かな、1年間分の、1年か、半年かな、半年分のあれできますよ、プラス会員になれますよ。クリス・コリンス、ハイ、ナイスミーチュー。ミノさん、やってみたけど英語ばっかりでよくわからない。そんなことないですよ、単語単位ですからね、すべて。そんなに気を重くなさらないで、わからないものがあればね、ウェブリオとか Google 本やとこで、ね、単語単位で調べれば意味がわかります。あとは、いろんな方がね、プレイされてるので、その方の動画を見たりとかされるといいと思いますね。
あとはこういった形で、ね、放送中の方にね、私みたいに放送してる、気さくな方に、こうポンと、これわからないと投げかけたらね、リスナーさんとか私も答えさせていただきますので。クリス・コインのファーゲッツ。また出てもいい。あれ、なんか声する。お、車がありました。今度こそ出ますかね。また見に来ました。はい、大将篠原さん、また見に来ました。ありがとうございます。引き続きね、セブンデイズ大ね、やっております。これ死んでますよね。やばいな、持ち物がいっぱいだ。とりあえずね、ちょっと落とします。ポイポイと。出ますかね。そこの建物は何ですか。ミニトマスさん、そこの建物は何ですか。何でしょう。ちょっとした廃ビルですね。廃墟という感じでしょうか。うわ、ゾンビ。よし。おっと、なんか落ってるぞ。スプリング。スプリングは持ちましょう。レンチってまだ作れないんでしたっけ。お給料さん、レンチってまだ作れない。いや、作れますよ。皆さんの分作っときましたよ。いっぱい作りました。この441の、ね、レンチは拾ったやつですね。拾ったやつを、修理できるようになったようにしました。ここが前回のキャンプ地ですね。レルさん、犬の日ですが、あ、今日は犬の日ですか。マジですか。なんとかこの街で、しのげたらいいなと思ってます。持ち物レンチ多すぎませんか。あれ、持ち物にレンチ多すぎませんか。多いですね。なんでこんな多いんだろう。本当ですね、今レンチが4つも。皆さんレンチお持ちですか。なんか皆さんの分奪ってないかな。なぜかレンチをね、3本ぐらい持ってる。ほら、よいしょ。よいしょ。ちょ、ほら、まだおった。結構いますね、ここ。さすが、町、あ、後ろ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 。よいしょ。よいしょ。一応、片付きましたかね。やっぱりこういう町にはゾンビがいるんですね。缶詰だ、いただきましょう。あ、なんかここ玉があります。お、おめでとうございます。あ、取れません。拾えない。ストラックにしては、アローですね、これね。スティールアローなんで、また別ですね、これね。クロスボウと違うやつですね。あの弓の時にね、三角長押しで、違うか、丸長押しか。丸長押しでね、矢の種類を変えれるんですけど、これはクロスボウの矢じゃないんで使えないですね。レンチスクラップにした。あ、レンチね、後でちょっと皆さんに、もし壊れかけの人がいたらお渡ししようと思ってます。探してるバッテリーって
なんていうんだろう、リードカーバッテリーですか。はいはい、そうです。ありました。オレンジの出ました。お、出ましたか。やっと出ました。ありがとうございます。いや、やっとね、リードカーバッテリーの方、出たとのことで、ありがとうございます。ありがとうございます。やっとか。結構な数解体したんですけどね。これでバイク1台か。あと3台分か。お、本当ですね。これですね。お手、ちっちゃいですね。なんかね。これがね、なかなか手に入らないレアですね。ありがとうございます。マックスなんちゃらって書いてますね。マックスパワーって書いてますね。ありがとうございます。よいしょ。もう車ないかな、このとこには。やりましたね。バンドさん、やりましたね。やりました。ありがとうございます。よいしょ。ちょっとレンチが無駄にあるので、皆さんよかったら実はレアじゃなかったりする。ポイッと。なんでこんなレンチいっぱい持ってきたのって話ですね。大量にちょっとレンチ持ってきたんですけどね。出ないと予想してね、使わなかったみたいな。浮世絵さん、実はレアじゃなかったり。そうなんですか。めちゃくちゃレアな感じがしたんですけど、やっと出ましたね。本当にね、前回もずっとね、車を解体し続けて出なかったという時があったので。大将さん、黄色い車から出やすいという噂があります。おお、そうなんですか。さっきの車、黄色かったかどうか今になってわからないですね。今は多分青色だったと思うんです。あ、青色だったみたいですね。レンチは家の台所に結構ありますよ。坂本さん、レンチは家の台所に。そうなんですよ。それがね、それもまた見つからなくて結構苦労したんですよね。この町はこれで終わりですか。なんか寂しいですね。もうちょっと行ってみますか、ウエスト。どうせなら車なんだから絶対出てきて欲しいですよね、わら。今作ろうとしてるバイクの燃料とかはどうするんですか。浮世さん、どうせなら車なんだから絶対出てきてほしい。そうですよね、車バッテリーなかったら走らないですよね。あと、島田さん、今作ろうとしてるバイクの燃料とかはどうするんだ。あ、それはガソリンを入れます。あ、PC 版での。レロレさん、黄色い車しか出なかったのは Aα13 時代です。あ、そうなんですね。パソコンの場合はそうだったんですね。黄色の車ばっかり皆さん、解体されたんですね。さあ、こっちにはどんなものがあるのか、果たして。そして行き止まりなのかどうかですね。看板がありますね。フェニックス、ユマ、ラスベガス、ロサンゼルスまで行けると。そんなことないですよね。ロサンゼルスまで行けたらすごいゲームですけど、さすがにそんなことはないですよね。青い車がありますね。先ほどのつながりからすると、この青い車出るかもしれないですね。とりあえず中には、ケースがあったので取ってきましょう。ブレッドケースにと。多分これ作れましたよね、確かね。果たして出るのか。近くの街はすべて探索済みですか。出ませんね。出ませんね。ロサンゼルスがないなら、ロサンゼルスがないなら買わないですか。いや、そんなことないですね。ロサンゼルスなくても十分楽しいですよ、この街はね。ないですね。やっぱそんなにすぐには出ないですよね、ポンポンと頻繁には。近くの街は全て探索済みですか。いえ、そんなことないですよ。探索しないですよ。とりあえず外を行ってます。さっきクロスボウンね、大量に手に入れたんで、そうしましょう。あれ、逃げてきますね。
まだいける。強い強い強いこいつ。あ、開けた。いいですね、ここの道路とかね、こういう道路好きですけど。今フレンド依頼が1通来たんですが、ロサンゼルスがないなら作ってしまえばよいじゃない。ミニトマさん、ロサンゼルスがないなら作ってしまえばい。多分ね、ネオンが作れないですよね。ネオンライトがね、作れないんで、それがちょっと難しいところですね。ゾンビさんに出会ったショー。衝撃のさん、ある日森の中ゾンビさんに、クマもね、一応ゾンビなんで、参加したいです。合ってますよ。クマさんに出会ったら確かにゾンビなんでね。クマもこのゲームではゾンビです。この車はさすがに、ないですよね、バッテリー。夜とかどうするの？島田さん、夜とかどうするの？夜は、ゾンビが大量に襲ってきますけどね。おっと、クマじゃないですか、あれって。クマさんに出会いましたよ、本当に。あ、危ない。めちゃくちゃ目の前にいるんですけど。これは回避していった方がいいんですかね。これ強いですよね、結構ね。はい、ある日出会いましたよ、クマさんにね。予知、すごい予知能力ですね。ありがとうございます。パッて見てね、前ね、こう、置物と思ってね、普通に真横でこう、なんだこれとか言ってたんですけど、かなりね、クマが強いということが分かったので、なるべく絡みません。いやいや、倒せないと、やられたら、この距離戻るの大変ですからね。今はリスクは取らないと。倒しちゃえ。意外といけますよ、わら。これがね、拠点の近くだったらね、イエーイとか言ってやるんですけど、かなりちょっと来てるんでね、49日目前に戻れなくなるんで。花咲く森の道、クマさん来た、スタコラサッサッサのさ。本当になんでびっくりしますよね。川もたくさん手に入るので。そうです、そうですね、メリットもあるんですけど、今はちょっとね、ハイリスクすぎですね、ちょっとね。島さんも倒しちゃえってことなんですけど、もしね、やられるとね、この距離を歩いてこないといけないので、相当大変です。丸一日走り続けるのはちょっとね、絵的に面白くないので、それやめときます。死んだかな？あ、死んでますね。何もってないかな。こっちには何があるんでしょうね。はい、殺風景ですね。何もないですね。あ、蛍光灯が、街灯があるってことは何かあるんですかね、街がね。クマさんはバイクで引き殺せば一発で死にます。浮世さん、今のうちに帰らないと間に合わないんじゃないですか。いや、多分ね、48日目に全速力で走ります。死ぬことを考えた。わ、びっくりした。クマさんはバイクで引っ越せば一発っていう、そんなテクニックがあるんですね。こんにちは。考えたら、バイクは武器。チャンネルキミキミさん、こんにちは。あ、こんにちはです。よろしくお願いします。セブンデイズ2ダイというね、ゾンビサバイバルクラフトゲームやっております。ミートマさん、バイクは武器なんですね。158名さんいらっしゃい。Welcome to my channel. If you speak English, please write it in the chat box. I'll answer it too. なぜかね、放送の方、バットマークが、こう下のグッドマークですか、バットマークが2つもついてるんですけど、悲しいですね、なんかね、そういう時ってね、ちらっと見て気づくと悲しいですよね、なんかね、どこが悪かったとか言っていただけてから、これ悪いぞってポチッと押さえたら、ああ、そうかと思うんですけど、無言で吸ってくれてるっていうのは悲しいですね。あってなりました、今見て、あって目がね、二度見しちゃいましたね。マサさん、こんにちは。あ、こんにちはです。よろしくお願いします。今日もね、引き続きやっております。
ここもまた拠点ですね、新たなるね。まあ、危なくなったらこの拠点に帰ってきましょうかね。UK さん、DayZ の販売者が、いや、これはね、セブンデイズダイというね、あ、デイズか、デイズですね、セブンデイズのですね、PS4 版ですね、これはね。あ、車だ。エビルネジ、エビルネジネさん、こんにちはす、こんにちはす、こんにちはです、よろしくお願いします。セブンデイズダイとね、ゾンビサバイバルクラフトゲームやっております。プレイヤーを狙うので熊を囲って順番に撃てば誰も死なずに倒せます。熊さんの言うことは皆さんに、皆さんに逃げなさい。そうですね、逃げなさいが一番ですからね。拠点でね、前戦ったんですけどね、かなりクロスボウ20発ぐらい打ち込んでやっと倒せたぐらいなんで。お、車が出るかな、出るかな。これもうないですよね、これボロボロなんで出ないですよね、絶対ね。こんにちは、シードノン当てませんでした。ここないですね、残念ながら。ガス管が燃料いっぱいあるんですよね。ピーポーペープさん、こんにちは、こんにちはです、よろしくお願いします。見えてますな、切ない世の中ですね、本当にね、ありがとうございます。そんなことでグッドマークいただいた方ありがとうございます。ちょっと心強くなりましたね。レロレさん、NPC であるクマは攻撃したプレイヤーを狙うので、クマを囲って順番に撃てば誰も死なずに。お、そんなやり方があるんですね、すごいテクニックがあるんですね。皆さんすごいですね、そういうテクニックをどっから仕入れてくるんでしょう。なんかこっち先見えないですね。ちょっと上行ってみますか。いや、こっちも何もなさそうですね。とりあえず、ウエスト攻めた方がいいかもしれないですね。とりあえずウエスト攻めましょうか。ウエスト、さっきの鈴木攻めましょうか。多分こっちも多分ね、まだ広そうですもんね。お、リュックが。ピストルグリップか。設計図持ってないんでね、解体できないですね。もしね、今晩はここですね、ここで過ごすと考えて、もうすぐ夜ですので、帰りながら探索してみては。あ、帰りながらしますか。いや、18日目に全速力で帰りますよ、全速力で。皆さんにね、ビールを配りまして、全速力で走って帰ります。お、車がいっぱいあります。これは、あ、エンプティ。ラッキー。出てないかな。カラビンがいらないですね、これね。ほいほい。いやー、出ないですね、なかなかね。エンジンはいくつもあるんですけど。なんだこれ。あ、空ですね。なかなか。あ、ヘッドライト、はい、ヘッドライトは持ってみましょうかね。オイル、オイルもね、もう持てない。ポイント、クラッシュサンド。お、家がありますね、また。結構車がありますね。これは、期待大ですね。なんもない。お、そしてまた雷です。皆さんね、音量の方ご注意ください。雷の方はね、制作者の意図じゃないんですけど、音量が少し大きくなっております。UK さんはね、デイズ発売したのかってことは PC 版されてたってことですかね。
はい、じゃあ残り解体して鉄パイ、鉄をね、いただきます。ショートアイアンパイプは全部ね、スクラップで鉄に変えておきましょう。やばいな、どなたか手荷物もし空いてる方がいましたら。もう空いてないですよね、皆さんね。パンパンですかね。ミーさんパンパンですよね。一個だけ大丈夫です。あ、いけますか。あ、一個だけだったら大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。無理な感じなんで。よし、まだ行きますね。22時まで。もしもう一軒家があったらそっちをね、拠点にしようと。はい。お、車はありますね。あ、痛い。これはダメだ。ラディエーションゾーンです。戻ってください。バックしてください。ダッシュで戻ってください。ああ、これがね、恐怖のラディエーションゾーンということで、放射線エリアです。まさかの神果てさんがここ端っこみたいですね、マップの。ここです。ここが境目ですね、この看板。取れるかな、このバッグ。ちょっと待ってください。重ねて持って帰れるものはね、もう持って帰りますよ。神畑さんね、ここ来るの大変だと思いますので、持って帰りますよ。マックの端来ましたね。ついに来ましたね。初めて来ましたね。今回この、このプレステフォン版でね。とりあえずボックスを置きまして、なんか一つ埋まってる。神谷さんでもんでね、持って帰れるものがあったら、重ねて持って帰りたいと思います。これ取るのも危険ですね。いけますかね。バッテリー取りました。よいしょ。まあ、ヘッドは、あるので、クロスチェストアーマーも、これは作れますかね。クロスボウ、あ、これですね。リードカーバッテリーは、これは絶対持ってかないと。せっかくね、出していただいたのに、って感じですね。ケースも持てるので持ちます。こんにちは。バネも全部持てるので持ちますね。あ、まさか。あ、まさかの。いや、ここはね、危険なエリアですよ、本当にね。入っちゃダメなとこですよ。行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。あ、行けるかな。よいしょ。とりあえず最低限のものだけ、持って帰ります。あ、ガソリンこんないらないか。カーナン、タラもリードにできますよ。カーナンタラもリ、いやいや、カーナンタラリードしちゃダメですよ。これせっかく、あ、これか、これかな。あ、これね、ブラスになるんですよ。カーラジエーター、ブラスになるんで、置いときます。スプリング52ですね。ビーカーいらないですね。ブラスでした。もう、この白い粉もね、手に入りやすいということで置いときましょう。ピルでしょう。まあ、草もいいかな。まあ、クロスボウはね、すぐ作れるので、これは持って帰れません。解体しましょうかね。向こうで、いくつか置いてありますので、あ、これ解体できないのか。置いて帰ります。ビールは持って帰ります。スコップもね、置いて帰りますか。ペインキラーってどんな効果なんですか。ちょっと待ってくださいね。ダクテープも作れるのでいいでしょう。よし。あれ、回収できますかね。セマパさんのやつ。頑張ります。今の僕の声聞く。無理ですよね。多分無茶するとやばいんですよ、これ。無茶すると。ますよ。これ、食らうな。絶対食らうな。あれ、全員聞こえてますかね。あ、いけた。どうなんでしょう。あ、いっぱい入ってる。持てない。どうなんだろう。
なんか聞こえてないっぽいですね。え、どうだったんですか。あ、すいません、聞こえてなかった、すいません。と、あの、一緒にボイチャーしてる方、はいはい、あ、聞こえてなかったですか。あ、多分自分の声が聞こえてなかったっぽいです。聞こえてますか。レインキラーは徐々に体力を、あ、聞こえてますよ、上果てさんの声聞こえてますよ。セマポさんはまだ喋られてないですよね。あ、喋られてる。セマポさんの声が聞こえないみたいです。ずっと喋ってるのは僕ですね。あ、もしかすると、あの、パーティーの中の、あの、音声設定するところがあるんですけど、ゲーム音声優先と、パーティー音声優先っていうのがあるんですよ。そこをね、パーティー音声優先にしてもらうと、あの、パーティーチャット内の声が聞こえます。パーティーは優先、パーティー優先でした。パーティー優先で。パーティー優先です。レドレドさん、ありがとうございます。ブラシ、ペインキラーってどんな効果なんですかね。ペインキラー、あ、ペインキラーはね、あの、一時的にダメージ食らわないですね。ダメージ量が減りますね。スコップは解体できますよ。あ、ありがとうございます。あ、ゾンビ見てますね。ゾンビ来てます。ゾンビ来てます。後ろ来てます。マジですか？マジですか？行って、あいつ行って、あ、綺麗に。危ない。今ここに、あ、そっか、これ解除しないと。バイクで取りに行く、あ、そうかそうか、後でバンドさんありがとうございます、後でバイクで返しに来た方がいいのでは。そうですね、そうしましょうか。でバイクでね、ここ通り過ぎてまた自衛車見て死んじゃうと嫌ですね。ブーンって言ってブーンって言ってラジエーション見て、うわーって全然つらいを手しおることはできるのか。やっぱ変えたかもしれない、良かったかもしれない。浮世絵さん、そうですね。こんなとこに、ここにね、あるとは知らなかったんで、まあ、いい勉強になりましたね。こういう看板あったら気をつけましょう。レルルさん、ありがとうございます。はい。ミニトマさん、全然フラグ消し寄ることはできない。大丈夫ですよ。フラグ、全滅フラグはないですよ。大丈夫ですよ。これさえ持って帰れば。あとね、ハンドルを作ればいいだけなんでね。弾か、弾だけ持って帰ろうかな。なんとかして。あ、間違えちゃった。ちょんちょんと。あれ。あれ、調べられない。なんでだ。いけたいけた。あ、取っていただいたんですね。ありがとうございます。あ、後ろからゾンビが来てます。2体ほど来てます。あと2分で走ってきます。とりあえずリックの中身を地図に入れましょう。あ、そうだ、どうしよう。あ、走ってきます、走ってきます、走ってきます。ゾンビが走ってきますね。とりあえずここに置いて帰ってバイクで取りに行きましょう。はい。まあ、バイクのね、試運転もしてみたいなと思ってたのでね、この荷物全部カゴに入れて持って帰りますよ。じゃあこの家でちょっと一夜を過ごしますか。あ、ドア開いてたんですね。ボロボロですね、この家ね。焚き火焚いておきましょう。あ、石がないのか。じゃあ、しまった。キャンプって作れますか？キャンプ、あ、作れます。ありがとうございます。ちょっと石をね、あ、これ石削れるのかな。このソファーレザー出ますね。そのソファーレザーです。お、ありがとうございます。これナイフでやらないとダメなんですよね。ほんとだ。すごいですね。浮世絵さんはもうそんな一瞬のこうソファーの捉え、映っただけなのに、それでも分かっちゃうっていうのはすごいですね。あ、ろうそくいいですね。ありがとうございます。その家タイプは床の鉄ブロックの下にリックがあります。
レロさん、その家のタイプは床の鉄ブロックの下に行くぐらい、そうなんですか。ペンキラーは徐々に体力を回復、あ、そうなんですね。それでいつもダメージ食らってない感じになったんですね。150名さんいらっしゃい。セブンデイズツーダイというね、ゾンビサバイバルクラフトゲームやっております。もしね、実際プレイされていまして何か疑問とかねありましたら、ここに書いていただければね、PC プレイヤーの方とか、ベテランの方が、数々来ていただきますので、答えていただけると思います。私もね分かる範囲であれば答えさせていただきます。ちょっと次の日はねビールを飲んで全速力で帰ろうと思うので、お、皆さんが向かってるぞ。これは大丈夫かな大丈夫かな。いや、なんかこう攻めてきてる感じですね、軍隊がね。ミートマツさん、たった今宅急便でセブンデイズ大学、おお、おめでとうございます。届きましたか。あ、そうか、さっきビーカーを箱の中に入れてきちゃったんだ。取りに行きますかね。リュックの中に銃の部品があることが多いので、一応見た方がいいと思いますよ。はい。リュックの中に銃の部品があることがあるので、一応見た方がいいですよ。この金属部、ここの下にあるということですか。鉄ブロックの下に。鉄ブロック、あ、これか。本当だ。1ブロックだけ確かに怪しいですね、これね。ここを壊すとリュックがあると。このテクニックは本当ね、もっと書いてほしいですね、公式にね。よいしょ。お、あ、リュックが。本当だ。すごい。あ、リュック消えちゃった。え？ありますよ。ありますか？あ、多分私の画面で消えてるんで、もしよかったら知る。あ、燃えてます、燃えてます、燃えてます。水を飲んでください、水を飲んでください。あ。水飲みました。水、OK です。消えました。いつの間にかサングラスかけてたんですね。はい。見つけました。ちょっと私の画面だとリュックが今ね、バーンって消えちゃったんで。お願いします。なんか、拾えないです。拾えないですか？なんで？消えちゃいましたね、今なんかね。燃えてる、あら、ここにあるんですよね。燃えますね、これ焚き火の上歩くとね。あ、全滅か。やっぱり拾えないですね。いや、浮世さん、全滅はしないですよ。みーさん、あのビールをね入れておきますね、こちらに。焚き火の中に入れておきます。あ、はい。これ飲んでね、飲んだら、多分スタミナが減らないので明日ね全速力で帰りましょう。皆さんは今どちらかな。お、結構来てますね。もう半分以上来てますね。もうこれは引き返されないですね、こんだけ来たらね。ちょうど来た時には、こっち出発する時じゃないですかね。今セマホなんですけど、あれ、ここも壊そうかな。セマホさん、セマホさんの声私は聞こえます。あ、聞こえますか。はい。他の鉄のところにはリュックはないのですか。多分聞こえてないっぽいです。あ、今喋られているのがセマホです。セマホさん。あ、セマホさんです。で、上初さん、今は喋ってないってことですね。います。今です。あ、今ですね。はい、わかりました。今やっと区別がつきました。多分ね、混同しましたね。結構頑張って喋ってるんですけど。ずっと上初さんって言ってたから。
すごいですよね、こう LINE とか使われてね、8人でトークとかやってる人とか、どうやってあんなのを区別してるんだと思うんですけどね。もうなんか何回も遊ぶしかないですよね、最初は分かんないんで。そうですよね。確かに。うん。小鉄さん、多分壊しちゃった。マジですか、壊しちゃいましたか。ちょっと過剰に叩きすぎましたね。他の鉄のとこにはリュックはないのですか。今見たんですけどね。残念ながら、このままではありませんでした。このままでは無言民の立場。暇ですよね、これちょっとね、絵的にね、すいません。これがね、一泊ってやつですね。ここをキャンプ地として、一泊野宿のやつですね。勝手に人の家で野宿してますね。鉄床と床ブロックの隙間からリュック取れますよ。鉄床と床ブロックの隙間からリュック取れますよ。そうだったんですね。壊しちゃいましたよ、ボンって。多分壊れちゃいましたね。掘りすぎて。ここにあったんですけどね。あれ、ここは？ここもですよね、これ。あ、そこもありますか。まあ、一人一人やった方がいいですか。もしよかったら壊しますよ。いけるのが早いんでね。お願いします。OK です。多分4、5発ぐらいで。雷、ゴロゴロ、アクセント、アクセント。普通の地面でした。残念ながら。残念。翔平一郎さん、雷ゴロゴロ。そうですね、雷がね、不意打ちしてきますので、ご注意くださいね。皆さん、今ね、4名というかね、私とミーさんと、セマポさんとね、上果てさん4名が喋ってるんですけど、誰かの声聞こえてないとかそういうことありますでしょうか。もしかしたらね、パーティーのね、設定のとこで、音声許可のとこにチェックが入ってないとね、皆さんには届いてないかもしれません。お、もうすぐ。もうすぐですね。すごいすごい。あ、ちゃんとね、このラジエーションゾーンはね、赤くなってるので、皆さん、お気をつけください。ここへ突っ込むとね、数秒でなくなります。そこにチェスト置いたんで、チェストの中入ってます。あ、チェストに全部入ってますので、お願いします。はい。リュックのあるところに、わずかにずれていて、隙間が空いているのです。なので、あるなしの区別がつけやすいです。浮世絵さん、みーさん、レンチはもったいないと思いますとのことですね。リュックの、あ、これ鉄ブロックにはわずかにずれていて隙間が空いているので、あるなしが区別できますよと。ありがとうございます。松本愛理さん、こんにちは、よろしくお願いします。ほいほいと。お、来られましたね。お帰りなさい。もう明日帰りますよ。ということで、ビールがね、この中に入れておきますので、それぞれ一つずつ取っていただいて、明日それを飲んでね、全速力で走ります。走って、でちょっとね、一旦、そこでね、走って帰ったところで一旦ね、放送を止めまして、ちょっとブレイクと、5分ぐらい休憩ですかね、2分ぐらいですけど、2分ぐらい休憩取って、で、次ね、次の日に迎えましょうという形でやります。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ私と浮世絵さん交代します。あ、本当ですか、ありがとうございます。すみませんね、はい、譲り合いをありがとうございます。譲り合いいただきありがとうございます。助かってます。まだ戻っちゃきついですかね。そういえばゾンビ大丈夫だったんですか。上八さんとか走ってましたけど、ゾンビいなかった。しました。あ、全部逃げました。小さく走りで、あ、これなんか鉄があると掘りたくなるな。さっきの聞くとないの分かってるんですけど、みーさんありがとうございます。うー、主さんの書に集まる方はみんな優しいですね、わら。あ、本当ですね、譲り合いしていただけるって本当ありがたいですね。ありがとうございます。やっぱりオンライン楽しそうでいいな、
翔一郎さん、やっぱりオンライン楽しそうでいいな。そうですね、オンライン楽しいですよ。シングルでも楽しいですけど、オンラインだとさらにってことですね。これ電気を消すね。消すとね、こんな感じの暗い怖いゲームになりますね。頭をね、ヘッドライトをつけるとこんな明るいですけど。箱ありますね、取りに行きますか。これはゾンビ系のサバイバルゲームでしょうか。なんか立ってますね、誰が。あ、あれは人か。あ、危ないですよ、危ないですよ、そこ危ないですよ。右の方はね、何も入ってないです。左の方の、こっちのバッグの方は、服とかはね、入れたままですね、すいません。まあ、あっちで作れるかと思って、取らなかったです、特に、ね。拠点で作れるかなと思って、取らなかったです。右の方はね、トーチしか入ってないんで、取りに行くと死んじゃいますよ。ボックスの方はアンロックになってますね。大丈夫ですね。多分こっちは神果てさんのかな。一応ね、持てるもんは私が持たせてもらったんですけど、持てなかったもん入ってます、はい、こっちにね。で、こっちが浮世絵、こっちがセマホさんかな、はい、セマホさんの方ですね。あ、ロックになってますね。この辺りで。ロックになってますか。ロックになってますね。あ、こっちは何も入ってないです。あ、何も入ってないですか。大丈夫ですね、じゃあ。はい。あ、なんか、チェストが入ってました。本当だ。チェストが4つ入ってます。どうやって入れるんですかね、チェストの中にチェストをね。入らないですよね。この大きさがね、この中に4つ入ってるんですよね。不思議な世界ですね。さて、もうすぐ朝なんで、そろそろね、ランニングの準備をお願いします。はい、多分昼までには帰れると思うんですけど。医療パックがね、10個も手に入ったんで、これはありがたいですね。こういうチストって置いとくと重たくなるんですかね。大丈夫ですかね。まあ置いときますか、端っこってことで。特にいらない空っぽのやつはちょっと壊しときますね。よいしょ。よし。こっちはもう空っぽかな。ロックになってます。あれ、これロックされてますよ。あれ、ロックされてます。あれ、こっち側ですかね。あ、開きました。ただいま、わら。すいません、読み逃しましたね。松本彩さん、これはゾンビ系のサバイバルゲームでしょうか。そうですね、ゾンビ系の、サバイバルクラフトゲームですね。マインクラフトのようにね、建物を建てたりとかもできます。建物を建てて、毎7日ごとにね、ゾンビの集団が自分に向かって襲ってきますので、建物を建てて、防衛をしてね、そしてね、生き残るというゲームになっています。では帰りましょう。行きますか。拠点の位置がほんと白、ちっちゃいな。じゃあ走ります。お、豚、まあいいか、豚を置いておきましょう。とりあえずビール飲まずに、走ります。最初はね。援護兵さん、ただいま、お帰りなさい。今日もね、引き続きやっております。よろしくお願いします。援護兵さん、いかがですか？シングル進んでますか？かなり日数いきましたかね。あれ、こっちで合ってますよね。合ってる合ってる。雷だけリアルですね、この音ね。
か今気づいたんですけど、このビール瓶の中ちゃんと泡が出てますね。炭酸なんでシュワシュワとなってますね。お、すごい、初めて気づきました。ではね、ビールの方を飲みたいと思います。本当はね、現実ではね、今8日目です、ニコ。エゴヘイさん、作り直して今、あ、作り直されたんですか。何かあったんですか。何か不満があったんですね、マップに。アナグマさん、こんにちは。こんにちはです、よろしくお願いします。セブンデイズ・トゥ・ダイというね、ゾンビサバイバルクラフトゲームをやっております。今ね、リスナーさんの方と、リスナーさん3名の方と一緒にやっております。今拠点の方にね、向かって全速力でね、みんなでマラソンしております。これはミーさんが1位ですかね、多分ね。いや、もしかしたら途中でゾンビにね、こうちょっかいかけられてコースアウトになるかもしれない。襲撃忘れててベッドなど壊されてやり直し中です。ゴール目前でスパイク。襲撃を忘れててベッドなど壊されて、あ、そういうことですか。そうですね、ベッド壊されたらね、もういきなりスポーン地点がねバラバラになるのでね、ベッドさえ置いてしまえば安心ですけど。なので例えばね、死ぬ直前に急にねやられそうになったら、ベッドパッと置くのも手ですね。とりあえず置くっていう作戦もありですね。はい、やっとここ中間地点ぐらいですかね。ここをね、上果てさんと、ネモさん、さっき全速力で来られたんですよね、これね。結局ね、カーラジエーションか、あ、カーバッテリーか、カーバッテリーの方が一つだけ出たんですけど、かなりレアなのかと思ったらね、皆さん他のとこでは結構ポンポン出てるみたいですね。やばい、食事が 10% か、きついですね。帰ったらね、ゾンビの腐った肉を食べましょう。いや、結構来ましたね。結構広いですね、本当にこのゲームね。こんだけあればね、相当な大きさの建物とか建てれますもんね。建物の中にゾンビ入ってきて復活してはやられてました。オーバーバー、間違ってオーバーバー。エモイさん、建物の中にゾンビ入ってきて復活しては、あ、そうですね、一度ね、ベッドとかはね、仮でね、2階とかに作ったことですよ、ベッドはね。屋根裏とか、そういったとこに置いとくと、ゾンビがね、入ってこれないので、なかなか。1階にね、ベッドを置いておくとゾンビがそのまま目の前にいることになるので、多分やられて復活、やられて復活の繰り返しでね、すぐにゲームを終了したくなるんじゃないかなと思いますね。もっとゾンビの死体だ。これは調べてないですね。あ、腐ったサンドイッチいらないですね。ここはショートカットできるのかな。あ、できませんね、まだできませんね。多少の英語力がないとプレイするのは難しいですか。アナグマさん、多少の英語力がないとプレイするのは難しいですか。いえ、そんなことないですよ。ほぼね、90% 以上がね、中学校英語というか中学単語なので大丈夫です。あと、もしわからないものがね、あれば、今だったらね、ウェブリオとか、Google 翻訳とかね、いろいろありますので、
ほぼわからないって言っても単語だけですよ。単語単位なのでね、一回調べてしまえばもうあとはわかりますよ。例えばこのバズって書いてますけど、これはねビールですからね、一緒ですよ意味はね。といったようにそんな一回調べてしまえば、ああこれ 何々かと、いやこれ何々に使うのかとか、そういったものがわかると思います。あとはあの日本語のね、ウィキペディアのサイトが充実しているので、そちらでね参考にさせてもらうとね、いろいろ情報載ってると思います。なので、英語力なくても、プレイできます。大丈夫です。なんだったらね、小学生の方とかね、プレイしてるというのも聞いてます、話をね。すごいなと思います、それはある意味ね。中村さん、こんにちは。こんにちはです。よろしくお願いします。デラルフォードは拠点を襲撃するんですか？それも22時時点のプレイヤーの位置ですか？坂本さん、デラルフォードは拠点を襲撃するんですか、それとも22時時点のプレイヤーの位置ですか？多分22時時点のプレイヤーの位置だと思うんですけど、どうなんでしょう。ベッドの位置とか攻めてくるんですかね、どうなんでしょうね。回答ありがとうございます。穴熊さん、回答ありがとうございます。いえ、どういたしまして。結構遠いですね。まあ、なんとか昼までには着けそうですね。プレイヤーの位置ですね。頑張ってください。プレイヤーの位置ではないですか。日野さん、プレイヤー頑張ってください。ありがとうございます。浮世さん、プレイヤーの位置ですね。プレイヤーの位置に寄ってくるとのことです。ありがとうございます。エゴヘイさん、前に病院で襲われたプレイヤーの位置ではないですか。やっぱり特定されるんですね、場所をね。ありがとうございます。前に病院で襲われた、わら。病院でゾンビに襲われるとか映画じゃないですか、もうね。もっとコーンが大量に持って帰りたいけど持てない。この空き瓶捨てるかな。ほい。これね、コーンはね、皆さん上の段から取るようにしないとね。プレイヤーの位置です。下のやつが壊れちゃうと、あ、上のやつが壊れちゃうというのを聞きましたけどね、お気をつけください。走り抜けながらね、コーンを取るという新しいやり方ですね。この先犬いますよ。あ、またいますか犬。多分ここは犬だらけです。今のところバレてないですね。走り抜けます。エビルネジネジさん、黙々マラソン、すいませんね。49日目のね、フェラルフォードが迫ってますので、急いで帰ってます。すいませんね。ちょっとね、画面的にはね、ただ走ってるだけになっちゃってるんですけど、すいませんね。皆さん、ありがとうございます。コーンでも食べましょうか。助かりました。これ、皮ごと食べれるコーンですからね。おっと、こんな身近に車がありますね。ラディエーター、ガス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 、スモールエンジン、持てない、持てないですね。出てないですよね、さすがに。さすがにあれはないか、やっぱり。やっぱりね、バッテリーはなかなか出ないですよ。とりあえず帰りましょう。レドレさん、プレイヤーの位置です。なので、プレイヤーがあっちこっちにいた場合、来ない人もいます。ありがとうございます。坂本さん、ありがとうございます。助かります。あい、皆さんね、ここに来ていただいている方は本当に親切な方が多いので助かりますね。ありがとうございます。
今回ね、マルチプレイでやってるんですけど、フェアルフォードの時はね、皆さん拠点に集まっていただいて戦ってい いただいているのでね、放送上、ゾンビが来ないということは今のところ起こっていません。あー、また起こっちゃった。あ ここ入れないんですよ、私。そういえば、ジャンプができないですか。はい、あのね、こっちにもね、じゃあね、こっちから入っていただけるといいかもしれない。ここにもはしごがあるので、そっちのジャンプ拠点とこっちのはしご拠点があるので、はしご拠点というかはしごの方ですかね。ここのはしごも、ジャンプで行くと。救助箱はあまり使わないと思うので、次からは1スタックだけでもいいかもしれませんね。持ち物に困ってしまうので。お、行きましたね。あ、取れた。やっぱこっちの方がいいか。救急さん、救急箱あまり使わないと思うね。つけらワンスタックだけでいないかもしれませんね。そうですね、結構今回おーっと集結してる。あ、バンデージでいいや。はい、そしてピンキラーでちょっと回復するよってことなんで使わせていただきます。大量にね、医療パックが手に入ったんで入れときましょう。ちゃおうかな、1個くらい。ちょっとやばいんでね、死にたくないという。ゾンビ肉しかないですもんね、今食料ね。残念ながら。とりあえずちょっと分別難しいので、リードカーバッテリーをこっちに行ってみましょう。SMG レシーバー、 SMG が確かね、作りかけのやつがあったんで、これだけあれば救急箱は作る必要ないかもしれませんね、わら。エンゴヘイさん、鉄の箱作りました。お、そんなの作れるんですね。救急さん、出血ありがとうございます。完全に気づいてませんでした。助かりました。行ってしまいましたが、危なかったね。ラジエーターは潰さず、そのまま工事で燃やせば薬莢50個分のグラスです。富士津さん、そういえば拠点近くに落とされた物資は拾った。拾ってないですね、拾ってないですね。お給さん、これだけあれば救急箱は作る必要ないかもしれませんね。結構ね、充実してきましたね。レドレさん、捨てて行ってしまいましたが、ラジエーターは潰さずそのままフォードに流せば薬莢50個分のプラスです。あれなんですよ、1個ね持って帰ってきたんですよね。ただちょっと2個ねまとめて持てなかったんで、これですよね、1個持って帰ってきました。溶かすといいという形でね、掲示板の方に書いてあったんで持って帰ってきましたね。そういったね、救援物資が来ましたね。とりあえずここオイラで1回ね、バッグを閉じて、皆さんのお手洗い休憩にしましょうかね。1時半からね、皆さんにずっと続けていただいているので、桑原さん、こんばんはです。こんばんはです。よろしくお願いします。5時になりましたので、一旦ね、この後も引き続きやるんですけど、一旦ね、トイレ休憩というか、ちょっとした、ブレイクを挟みまして、引き続きやっていきたいと思います。じゃあ私交代します。ジェーンブエンさん、ハロー。あ、ミーさん、ありがとうございます。すいませんね、譲っていただいてありがとうございます。またね、よろしくお願いいたします。来週もまた同じようにやっていきますので、よろしくお願いします。今はライトの一撃と言ったけど、はい、PC 版のと PS4 版と間違えてました。 PS4 版は違うかもしれません。訂正してお詫びします。ハロー、ジェーンブエンさん、ハロー、ナイスとミーチュー。肉は体力上がりにくくなるので食べ過ぎに注意ですよ。石井さん、バイクでクマは一撃と PC との PS4 版と間違えてました。 PS4 は違うかもしれませんので、訂正しておばし。いえいえ、そんなことないですよ。ありがとうございます。そういうテクニックもね、試してみたいですけど、バイクでもし壊れちゃうと怖いっていうのもありますよね。ゴテスさん、鹿肉は、腐った肉は体力上がりにくくなので食べ過ぎに注意です。お、そうなんですか。めっちゃ食べてます。ありがとうございます。ポップフワロさん、ポップフラさん、こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ここで一旦ではね、枠を閉じて、枠はね、処理が終わればすぐ開けます。開けるんですけど、ちょっとね、休憩を取らせていただきたいと思っております。あとですね、ちょっともしね、もしいいよっていう方だったらなんですけど、
画面の下の方にね、このバットマークちょっと2つついちゃって、ちょっとテンション下がってますので、もしよかったらね、この上の、もしよかったらですけどね、グッドマークを押していただけると幸いです。上がりにくくなるどころか下がります。マジですか？めちゃくちゃ食べてました。腐った肉。そうなんですね。ありがとうございます。気をつけます。ちょっとね、英語では打ちます。いい。読み流しないですかね。今ここでコメントをいただいた方のやつがね、見えなくなるので、軽くちょっとみんな見よう見てます。アプリシエートセーティーチューン。あ、ありがとうございます。グッドマーク入れていただいた方ありがとうございます。ちょっとね放送中先ほどねポッと見たらねこう下マークのボンってやつが出て入ってたんでちょっとね。あーってなりましたね。ちょっとどこが悪かったのかっていうのがちょっと反省点として今回浮かびましたね。また自分でちょっと動画見直して、もしかしたらね、音とかね、そういうとこが悪かったのかなと思って、後でちょっと反省したいと思います。ではね、2分ほどちょっと休憩いただきまして、またね、続きやっていきたいと思います。ここでね、エミーさんが今先に出られましたので、ありがとうございます。エミーさんね、お疲れ様でした。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ここからはね、浮世絵さんが参戦していただけるということなので、お待ちしております。ではね、枠の方はこちらで、一旦切らせていただきますが、すぐに開きますので、少々お待ちください。ただの暗示だと思います。そうですかね。仕方ないですね、それはね。どこにでもいますよね。それ選挙でも。あれですよ、立候補すると暗示がいるのと一緒ですよね。浮世絵さん、浮世絵さん、パーティーね、すぐ放送切ったら招待させていただきます。では、これにて、一旦ね、パート14の方を終了させていただきたいと思います。皆様、ありがとうございました。Thank you for watching, guys. I will start broadcast very soon. We need 2-minute break. Thank you for your appreciate. So stay tuned. We'll back very soon. So I'll be back. では、皆さん、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。2分後ぐらいにお会いしましょう。